もちろん赤コーナーはチームドラゴン勢からやってまいりました、伊沢奈美とこちら20歳、これが14戦目。はい、セカンドの方、そのクラッシュで育ってきた伊沢に対してクラッシュ初出場です、福岡出身日畑達也、これが18戦目の28歳です。ともに空手を基調としてプロデビュー、そこからの戦いです。さて中村さん、はい、若い伊沢が日畑を迎え撃つという形式と見てよろしいですか。そうですね、もう伊沢選手はこのクラッシュ の55キロの中ではもうずっと定期的に試合もしていて、ちゃんと結果も残している、もうレギュラー選手というかそういったポジションにいる選手だと思うので、初めて出てくる選手には、しっかり勝ちたい、勝っておかなきゃいけないっていう、そういった気持ちは あると思いますね。さて、そして伊沢がこのサウスポースタイルの青いグローブ日畑に対してその左対策というのをですね、小比類巻選手随分してきたということで、はい、そこも楽しみになります。そうですね、もう伊沢選手どうやらローですよね、このローをなんとかしないともう絶対に伊沢選手のペースになるので、はい、今しかし強いローを逆にメッセージのように返していきました日畑です。いや、日畑の方が最初に強烈な走るローキックをダブルで、そしてパンチからミドルキックです。日畑選手は J ネットワークという団体で、主戦場に戦っているんですけど、このサウスポーで本当にこうバランスよくいろんな攻撃出してこう綺麗に戦う、そういう選手なので、僕はこういうクラッシュのルールにもすごく合ってるんじゃないかと思うんですけどね。今それに対してローキックの一つと言えるんでしょうかね、小比類巻選手。そうですね、いろんなバリエーションを持っているので、押し込むようなサイドキックのような構え、ここはローブロー気味だったようです。タイムストップです、残り2分1秒というところでしょうか、タイムストップがかかっています。第1ラウンド早くもそのローキックを引き出しを開いた伊沢なんですが、ちょっと怪訝そうな表情になっています。これ改めてご覧いただきましょう。パールカップの紐が切れましたため、珍しいですね。ごく稀にありますけれどもね、パールカップが割れてしまったり、その紐が今回は切れてしまったということです。これ装着し直して試合続行ということになります。中村さん、ローキックの変則的な部分以外にこうしてイレギュラーな部分を呼びましたね、伊沢。そうですね、気持ちを切らさずに、っていうところがちょっと伊沢選手の方はあるかなと思いますね。さて、こういう時リング上で待っているファイター、それからファールカップを装着し直すファイター、小比類巻選手もう本当に様々ですよね、その気持ち。そうですね、僕は外れたことないんですけども、はい、タイとかでよくトランクスが破けたりしますね、蹴りの威力でトランクスが裂けてトランクス1回交代しましょうっていうので1回降りてトランクス変えたりとか、あとはもうプロ用のパールカップですね、あれはもう鉄でできているので大体割れたりはしないんですけど、アマチュアの時はもう本当にもっと全然弱いやつでやるので割れたりする可能性もあったりするんですよね。さて、こちら青いグローブの日畑達也です。11勝をここまで上げていますが 4KO 勝利。中村さん、もともとはそのスーパーフライ級ですとかバンタム級でファイトしていたので、今回55キログラムというのは自分にとっても挑戦なんですというふうに語りました。そうですね、ちょっと伊沢選手並んだ時に、若干ちょっと体のサイズに差があるのかなと思ったんですけど、でも試合始まってからすごくテンポよく攻撃をどんどん出して、リズミカルに手数出していったのは日畑選手の方かなという印象もあったので、あまりなんかそういった階級を上げたとか、あとクラッシュ初参戦とか、そういった部分はちょっと感じないぐらいなんか落ち着いて戦ってますよね。そうですね、その J ネットワークでは王座決定トーナメント出場も果たしているわけですよね。そうですね、そういう戦いの舞台というかリングとか、そういうものに関してはもう物にすることとかはないんでしょうね、そして特に見てもらいたいところは左ストレートミドルキックと、そう事前にコメントがありました日畑。減点は偶発性の蹴りのためなしということです。当然相当小比類巻選手長い時間になりますからね。そうですね、これをどんな風に解釈するか、リングで待ってる方は逆に、あれですよね、
リラックスできてもう一回仕切り直しで今あの何十秒かやりましたね、1分間ですか、1分間戦った中でイメージできますよね、こう来るんだなっていう、はい、なので逆にあの待ってる方はあの気持ちとしては楽ですよね。ちなみにこういう形で小比類巻選手待たされたという経験はほとんどないんですけど、はい、あの赤コーナーからだいたい入場したりもしてきたんですけど、はい、あの選手を待ってる時とか楽ですよね。あ戻ってきましたね。さてクラッシュ25チームドラゴンテンスアニバーサリー再開します。伊沢奈美と赤コーナーから再出陣です。青いグローブは日畑達也、ここで再開となります。場内の時計は残り1分53秒というところから第1ラウンドです。あここも中村さん、いい形でリズムに乗っているのは日畑の攻撃ですね、はい、そうですね、ローを蹴らさないようにどんどんプレッシャーかけて、はい、逆にパンチの距離に作ってますよね、日畑選手の方が。そしてローから左ストレート、これが得意の武器、ボディストレートもある。そして膝、小比類巻選手、これは侮れませんね。本当そうですね、侮れませんね。やはりあの大技とか回転系っていうのは回転した後が一番あの危ないので、その隙を今ついて左ストレートきましたね。何か伊沢の形にさせる前に自分からというふうに見えますが、いかがですか日畑。そうですね、もうあのローを切らせるこの距離に近くに入ってくるのが得意なので、それをさせないために先に出てますよね。ここも同様です。さて伊沢にアドバイスがあるとしたら何でしょう。まあ、しっかりブロックをして、相手のペースを止めることですね。今もう膝から先を曲げるような左右のローキック、さらに前蹴り、右ストレートへもつなげていく伊沢、はい、サウスポーに試したい技、それは何かという伊沢のこの一戦です。縦蹴り、ここは右のパンチから左へとつなげてボディへの蹴り連発、日畑です。顔面への前蹴りは伊沢、そして足首を回すように放つローキック、今度が左はあります。おダブルの蹴りは中村さん、日畑もこうしますね、はい、そうですね、まあ、ただ序盤の展開に比べると徐々に伊沢選手の前に出てロー結構当て始めたので、はい、ちょっとペースが傾きつつあるのかなと思いますね。ちょっと様子が変わってきましたね、はい、ここも自分から前に出て右のローキック、さらに右ストレートを放っていくのは伊沢の方です。足を細かく動かす伊沢、さあセコンドアウトからラウンド2、第2ラウンド今スタートです。変わらずサウスポースタイル、右をリードジャブとするのが青いグローブ日畑、その動きをまた見てからということなんでしょうか。しかしちょっと様子が変わってきたか、やはりローキックから入るのは赤いグローブの伊沢です。ミドルキックにも合わせていく、中村さんこういうところですね、はい、そうですね、伊沢選手まだあのまあ、年齢は若いんですけど、まあ、その空手やってた頃のキャリアを入れれば、まあ、自分はもうベテランと言ってもいいぐらいの年齢で、あの技もたくさん持ってるっていう、そういった部分にすごくなんかこう自負というか自信を持ってる選手なので、まあ、今回どんな技出してくれるのかっていうのも楽しみですよね。そしてチームドラゴンといえばアマチュア時代は、あここはローキック鶴瓶打ち、その新空手から育ってくるというコースがあるんですけれどもね、はい、彼もまたその道をやってきました。そしてクラッシュで育ってきた小比類巻選手、またいい意味でしつこく左右のローキックを伊沢が放ちます。そうですね、伊沢選手のローキックはあの一発が強いというよりもコツコツ当てるローがすごくうまいんですよね、はい、で当ててる箇所が非常にいいのでこれ効いてくるんですよね。それに対してバックスピンキックもあります日畑、ここはロープを背にしてワンツーのパンチ、さらにミドルキックですが伊沢の方は左右左右と、何か小比類巻選手前進して歩くかのようにローキックを放ってきます。そうですね、もう本当にペースを掴んでますよね伊沢選手は。再びファイトの声、左ローは伊沢、パンチからの突破口を見出そうというのか日畑です。しかし中村さん、ちょっと日畑の方が体の軸がぶれるようにもなってきましたかね、はい、そうですね、ああここはどうだ、どうだ、はい、
これはノーダウンです。ダウンにはなりません。パンチを返して前に出ようとするんですけど、伊沢選手のブロックが硬いのと、まあ、それ以上にどんどん前に出てくるので、はい、下がらざるを得ない展開が続いてますよね。そうなってくると小比巻選手、はい、ちょっと腰の入るパンチというふうにはいきませんか。そうなんですよ。あの日畑選手はもう下がったら絶対これあの強いパンチ強い蹴り出せないんですよね。なのでまずこの突進を止めなきゃならないですよね、うん、そこから自分の攻撃を打てかないといけないですね。どんな手がありますか。もうプッシュだったり前蹴りだったり、とにかく先に攻撃することですよね。1ラウンド開始当初はそれができていたように見えます、はい、そうですね。今みたいな感じで先ですよね。これで下がらないように先に行かなきゃならないですよね。まあ、あとはやっぱりこう蹴り合いになると伊沢選手が強いので、まあ、そういった展開にもなるべく行きたくはないですけどね。またかかとを当て込んでいくローキック、はい、これ嫌がっていますね。そうですね。左アッパーもある日畑、しかし右ロー、今度は腿のあたり当てどころがいいという小比類巻選手の指摘通り、おお左のパンチは日畑、いいパンチでしたね。今ぐらついたんですが、ちょっと効きましたよね。今のはラウンド3ラスト、クラッシュアンダー55キログラムファイト3分3ラウンド最終ラウンドです。赤伊沢、青日畑。クラッシュがホームグラウンドである赤のチームドラゴン伊沢、そこにパンチ、まだ左は当たるか。日畑勢いづいてきましたね。日畑選手も、うん、またひっくり返しつつありますね、はい。パンチのレンジになると、おお左を返す伊沢、伊沢選手もパンチできましたね。伊沢も拳、ローキックだけではないということか、いやローもバランスをよく織り交ぜてきます。小比類巻選手、はい、パンチとロー両方でいった方がいいんですか伊沢。そうですね、まあ今まで通りでいいと思うんですけども、はい、まあ、相手がパンチでバーってきたんで、まあ、感情的になってバーっていったと思うんですけども、はい、おー右ストレート、パンチもでもいいですね伊沢選手も。そこにも成長の印があります。さらに振り下ろしのローキック、抑えて押し込んでボディ打ち。さあ中村さん、はい、シーソーゲームの様相を呈してきました。そうですね、日畑選手はあの序盤の攻撃をこのラウンド最後まで続けられるかどうかですよね、はい、あここもいやパンチで返しますが左一寸、うん、鼻血を見ながら顔面を真っ赤に染めながら伊沢が全身から右、はい、どうだ、ダウンとなるか、ノーダウンです。聞いてないですね。聞いていない、まだ大丈夫。日畑サウスポースタイルのまま下がります。ボディ打ちは右、伊沢の腹への攻撃は右左、口を開いて呼吸するようになりました日畑。いやこれはかつてのいい、ね、今までの伊沢の試合より小比類巻選手ずっと何かゴツゴツしたようなニュアンスがあります、打ち合いになりましたね本当に。ここも至近距離、外角からの右、中村さん、はい、プレッシャーをかけるのは伊沢の方ですか。そうですね、まあ、でもやっぱり日畑選手も下がりながらパンチ返してますし、やっぱり我慢強くこう手数返しているのがこの展開になっていると思いますね。右ストレート通して通し、伊沢が詰めて日畑が返す、おここもストレート、ほとんどお互いがパンチの交換のようになっています。残り30秒を切りました。小比類巻選手、はい、ここからがまた勝負ですね。そうですね、もう最後ラスト30なんで、もう気持ちですよね、うん、どちらの気持ちが強い、気持ちの勝負ですね。クラッシュ新世代を代表するという伊沢か、福岡から一旗あげたると乗り込んできた日畑か、ミドルキックから前進、右ストレート左を返す日畑、それでも前進伊沢、ナイスト、二人が譲らず試合終了となっています。判定に入ります。9分間戦い抜きました。勝敗は判定によって決まります。いい試合でしたね。いやそうですね、熱戦となりました。赤伊沢対青日畑。いや中村さん、はい、もうお互い持っている力を出し尽くしたように見えます。そうですね、まあ伊
澤選手こういつもこうクールにこう戦うイメージがあったんですけど、なんか今日はすごく感情がむき出しになってて、いつもと違う感じがしましたね。はい、迫力がありました。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ佐喜田30対30、ドロー。一人目ドロー。ジャッジ豊田が30対29、赤伊沢。二人目は伊沢。注目の3人目、ジャッジ芹沢30対29、赤伊沢。2対0、をもちまして井端達也大健闘。しかし判定勝利はチームドラゴン伊沢成人です。